売り込みをね促されるみたいな、正直私は気持ちよくなかったんですよ。裏側もあってそれを知ってで選択するっていうところが大事。皆さんどうもこんにちは、ナスのナスのナスナスナスです。今回はですね、最近まあ 20、30代の看護師さんから、美容クリニックって、まあ、看護師のね働き方の一つとして興味があるけど実際どうですかみたいな質問をねよくいただきます。美容クリニックってこう SNS の発信とか見てるとキラキラしたイメージとかって多いと思うんですけど、ぶっちゃけ美容クリニックの人の回転率っていうのはそんなに低くなかったりします。要するによく人が入れ替わるっていう感じなんですけど、私ちょっと美容クリニックでの経験も短いんですけどありますので、その辺の美容クリニックの離職率が高い裏側っていうのをお話ししていきたいと思います。簡単にちょっと6つに分けてご紹介していきたいと思います。このチャンネルではねこんな感じで看護師さんの仕事の裏側とかねご紹介していければなと思いますので、ぜひいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。1、一般的な看護スキルや知識が下がりやすい。これは美容クリニックでやっぱり働いた時期っていうのは、自分の看護師としての臨床経験としてカウントされないことも多いっていうのは結構有名な話だと思います。美容クリニックに就職したいけど、その時って一生自分が美容看護師としてそこで働くんだっていう人の方が少ないと思うんですよ。少なからずその後のこと、病院に戻るとか、また臨床に戻るとか、そういった後のことってみんな考えますよね。また臨床に、ね、戻るっていう話はもうありありの話なんですよ。で、実際にこうね、病棟からそうやって美容クリニックとか挑戦したいけど、そこら辺が一回美容に行ったらまた戻れるんですかとか、自分のキャリア的に臨床経験としてカウントされない時期ができるのはどうなんですかっていう、まあそういった不安がある方が多いみたいです。で、実際に就職して、やっぱりね、病院で培ってきたスキルとかも使うことも少ないので、そういったところでギャップが出てきて、美容クリニックやめようかなっていう、で、戻る人っていうのは実際にいます。その2、意外に忙しい。これ意外に忙しいんですよ。結構美容クリニックって予約制のところが多いから残業ありませんとかって歌ってるクリニックとか多いと思うんですけど、実際病院に比べたら残業とかは少ないとは思うんですけど、予約制だからこそすごいびっちり予約が入ってたりとかすると、本当にその時間内にその人の施術を終わさないといけないって言って、もうすごいね、結構動くバタバタ動き回ってることっていうのは多いんですよね。私も多かったです。で、まあ、同じ系列であっても、院によって忙しさっていうのが全然違ったりとかするんですよね。私が就職した美容クリニックも結構そんな感じで、ね、実際にでもその辺って就職しないとこう見えてこないところだったりとかするじゃないですか。だから、美容クリニックってなんかキラキラしてて、こうゆったり働けてみたいなイメージが結構強いと、そこにギャップが生じてやられてしまったりします。その3、販売ノルマ。これは普通の病院ってやっぱり保険診療のことが多いんですけど、美容は自由診療って言いますよね。だから営業スキルみたいな若干必要になってきたりとかします。個人にこうノルマが課せられてる美容クリニックだったら、こうなんか売り込むみたいなスキルっていうのは必要そうだしな、大変そうだなみたいなイメージっていうのは湧きやすいと思います。でも、個人にそういったノルマがなくても、売り込みみたいな要素を求められることがあるっていうのが、結構私が就職して分かったことなんですけど、クリニックの委員ごとにね、やっぱり売上目標みたいなのがあったりとかして、毎朝に朝礼で、今日の売上目標はいくらいくらです。今月はいくらいくらまでなので、まだいくらいくら足りませんとか発表して、頭を合わせるっていう、もう、そういった時間がね、あったりとかしました。目標とか、ノルマを達成できると、スタッフ全員に、多少インセンティブもありますっていう感じだったんですけど、ビビったるものだし、正直そこに対するモチベーションって私あんまりなかったんですよ。やっぱり美容クリニックだと、クリニックに置いてる美容の商品とかね、グッズとか、お薬とかもあったりとかして、ことあるごとにちゃんと紹介してね、みたいなのを言われたりとかするんですよ。なので、個人のノルマとかがなくても、美容看護師になると、営業のスキル、その求められるっていうのは実際にあると思います。なんだろう、進めるものがね、その人にとって本当に必要そうなものだったら、全然嫌な気持ちもしないんですけど、そうじゃない時は、そんなにこう売り込みをね、促されるみたいな、正直私は気持ちよくなかったんですよ。まあ、病院だとね、そういう経験ないじゃないですか、あんまり。個人のノルマがなくても、そういった売り込み営業っていうのが負担になる可能性があります。はい、次。土日休みにくい。
これは、まあ、結婚してたりとかして、旦那さんがね、週末休みの人とかだと、やっぱり美容クリニックで働いてると休みか、全然合わないんですよね。夜勤ないっていう美容クリニックがほとんどだと思うんですけど、休みが合わせられやすいかなとか、そういったところに興味を持って、で、美容看護師に就職するナースさんって多分多いと思うんですよ。でも意外に土日が美容クリニックってやっぱり書き込み時でね、忙しい時だったりとかするので、そこがね、結構ネックになったりとかします。私が美容クリニックに就職した時は、面接をする時点で、まあ、土日のね、半分ぐらいはもう私休みが欲しいっていうのを事前に言ってたんですよ。ちょっと無理かなと思いつつ、まあ、でもそれぐらいちょっと言っとこうかなと思って、で、意外にその希望が通りました。でもね、結構そうでもしないと土日はね、ほとんどやっぱり仕事になることが多いと思います。美容クリニックは。ゴールデンウィークとかお盆とか、もう世間の長期の休みみたいな時も、まあ、美容関係はもう繁忙期なんですよね。プライベート充実させたいとか、休みをそうやってパートナーと合わせたいとかっていう方だと、もしかしたらそこにちょっとギャップが生じる可能性もあります。次、セルフイメージが変化するっていうところなんですけど、美容看護師がね、すごいやりたくて、もともとすごい美容に興味ありますみたいな人とかだと、多分美容クリニックに就職して働いても、そこのイメージって合致すると思うんですね。でも、そうじゃない場合とかもあると思うんですよ。例えば、美容クリニックの、その看護師の働きやすさに惹かれて、美容を選びましたとかっていう場合は、やっぱり臨床の患者さんを相手にすることにやりがいを感じたりとか、臨床で看護師やっている自分の方が、あ、やっぱり好きだったなって、美容クリニックに就職してるうちに気づいたりとかするパターンっていうのもあるんですよ。どこに自分が働くやりがいを見出すかっていうところの違いだし、やりがいなくても、その生活のためにって割り切ってる人だったらどこでも働けると思うので、それはそれで全然いいと思います。ぶっちゃけ看護師の職場って本当に過酷なね、ところが多いので、絶対に働きやすさで美容クリニックに興味を持つ看護師さん多いと思うし、そうやって自分が働きやすい職場にどんどん挑戦していくっていうのはむしろ大事なことだと思ってるんですよね、私は。で、私も美容クリニックに、まあ、なんで興味があったかっていうと、少しね、美容にもちろん興味はあったんですけど、看護師として、こう無理なくやっぱりちょっと働きたいなっていうところは、実際結構大きかったと思うので、その気持ちがね、すごく私わかるんですよ。でも、やっぱり実際就職して働いてたら、私ちょっと臨床がね、恋しくなったっていうのはありました、正直。そう、やっぱり美容クリニックだと相手にするこう年代層っていうのは比較的若いんですよね。自分働いてるスタッフも若い人が多いんですけど、でも私は結構幅広い年代の人と関わるのが好きなのかなっていうのも分かったので、そういったところでやっぱ美容じゃなかったのかなっていうふうに気づくっていうパターン、ギャップが生じるっていうのはあるんですよね。そういったセルフイメージの変化みたいなところもあると思います。ぶっちゃけなんですけど、美容看護師に対してのイメージっていうのが良くない人とかがいたりとかして、自分のね、そういうなんか実際就職して美容で働いてるけどなんか違うかなって思ってるところにそういった人の声とかが入ってくると、こう自分のイメージしてたところが揺らいでいくというかね、やっぱり退職しようかなっていう感じになるパターンも、これ実際に私の周りであったパターンなんですけど、あります。はい、最後、ライフスタイルの変化がある年代が多く働いてるっていうことですね。これは美容クリニックはやっぱりどうしても20代が最もスタッフのね、数としては多いと思います。で、20、30代のナースが多いと思うんですけど、その年代って結婚したりとか出産したりとかで、ライフスタイル変わって退職を余儀なくされるっていうことも多いです。シンプルに。なので退職率も高いっていうのがあります。そんなところが美容クリニックでね、働く看護師さんの退職率が意外に高い理由なんですけど、もちろんね、人間関係とかもありますよ。あるけど、まあそれは、ね、美容クリニックに限った話じゃないんで、ちょっと今回は割愛します。合う合わないのありますね。はい、ということで、この動画でね、美容クリニックやめた方がいいよとかっていうのを言いたいわけじゃなくて、そういう裏側もあって、それを知って、で選択するっていうところが大事だと思ってます。美容看護師になって本当大成功みたいな人も実際多くって、私がね経験したのはこう数ある美容クリニックの中の一つだけっていうのもあったりとかするので、美容クリニック興味がある看護師さん、ぜひこういったいろんなことを参考にして検討していただければ嬉しいです。